しぐれがさ。山本周五郎。恋の喪七。佐野屋藤吉は、女房の尺で朝酒を飲んでいた。いつも四五杯で機嫌よく酔うのが、今朝はもう二本目を開けようとしているのに。 ひげの剃り跡の青い片太りのした顔は妙に冴えて、目玉の陶吉とあだ名のついている大きな両目は、さっきから店の方を睨んではギラギラ光っていた。なんだ、もうねえのか。上がるんですかもう一本つけてくれ。いいからつけてくれ。なんだか酔いそびれて、ふんぎりがつかなくなっていきねえ。 女房のお金は、気遣わしそうに亭主の横顔をそっと見た。むっつりと変に気の詰まった調子で、三本目を飲み始めると、間もなく弟子の六蔵がやってきた。親方、川口町が見えました。ここへ通してくれ。そう言って、陶吉は女房に振り返った。おめえ二階へ行ってねえ。 だって、親方。いけねえ。おめえにそばから口出しをされちゃ、話の筋が通らねえ。言っててくれ。では、外しましょう。けれど、親方。お金は素直に立ちながら。しちはあの通りの仇で、口下手だから、頭ごなしに叱っちゃダメですよ。 あれにも何かを考えのあることでしょうから。それが余計なことだというんだ。いいから行きねえ陶吉は手弱で酒を注いだ。お金が2階へ去ると、入れ違いに2十78になる若者が入ってきた。色の冷めた根島木綿の合わせに、山の行った小倉の帯を占めている。 額の広い顎の張ったたくましい顔だが、ひどく青ざめていて、一口に言うと極度の神経症も思わせるが、その目だけは深く潜んだ鋭い威力を叩たたいていた。名は総七。今江戸で恋の木彫りの名人と呼ばれている男だ。口をもに挨拶をして、 ただいまはお使いでございましたが、ちょいと話があって来てもらって。手間をおかかしてすまなかったね。いえ、何このところしばらくぶらぶらしているものですから。そうか。遊んどるのか。遊んでるというわけでもありませんが。まあ、いいえ。ひとつどうだい吉は逆を洗って差し出した。 ありがとうございますが、実は立っているもんですから、どうか。立っているふぅ、何かごんこきか。何、癌というほどのことでもありませんが。陶吉は黙って手酌で一杯煽った。それから手に逆を持ったまま、何気ない様子で相手を見た。実はな、宗七。 ほら、ゆうべ、国長の富田屋さんに呼ばれて行ってきた。お嬢さんが来月ご婚礼をなさるそうで、その祝いに使う恋の置物をおめえにお頼みなすったそうだ。へ、ええ。おめえの声は一尾掘って重量が相場だ。国長さんは根に構わず欲しいとおっしゃる。それをおめえ、 お断り申したそうじゃねえか。へえ。申し訳ありません。国長さんはそれでもぜひ欲しい。佐野やおめえから頼んでくれと、こう言われて帰ってきた。おめえも知ってる通り、おいらには大事なお棚だ。なあ、総七。おめえも気持ちよく掘ってあげてもらいていいが、どうだ へえ、それはもう。総主は窮屈そうに固く座った膝頭を撫でながら。親方のお口添えがなくても掘りたいのですが、どうも、これねえのか親方、どうかこいつはよそへお頼みくださるように。よそでいいなら国長さんでも頼みはしねえ。 どうしてもお前の声がご所望だから、おいらを呼んでまでそうおっしゃるんだ。おいらにも大事なお棚だが、おめえにとっても富田屋は縁のねえお店じゃねえぜ。そうだろうへえ。何か気に入らないことでもあるのかい,いえ、い,いえ、決して。じゃあ、掘ってあげねえ。おらからも頼むからやってあげねえ。 どうだ宗室は低く頭も垂れながら黙した。佐野屋藤吉は大工である。親の代から常に弟子の二三十人を扱っている立派な株であったが、藤吉は職人仇の厳しい父の手で、弟子たち同様に不審場の神楽図の中から育てられ、大抵の苦労は経験してきている。 だから、ちょうど今から十二年前、一人娘のおゆきが七つの祝いをした年の冬、親兄弟を亡くした孤児の喪始を手元に引き取った時にも、孤児だからといって差別をしちゃいけねえ。ひねくれさせてもいけねえし、不憫をかけすぎてもいけねえ。皆と同じように、決めどこは決めて面倒は見ろ。 女房にも弟子たちにも言い渡した。宗七は13で佐野屋へ引き取られたが、口数の少ない大人しい子供で、仕事も素晴らしくよく覚え、17、8になった時は、もう立派に一人前の職人の腕を持っていた。こいつは当てたぞ。塔吉はすっかり喜んで、これならよそからお雪の婿を探してくることはねえ。 女房とも話し合っていた。すると、十九の年の春、国長の富谷という単物屋の主人、萌えもんが訪ねてきた。当吉にとっては、親の代から大事な出入り先である。用があれば無論、こちらから出向くところを、萌えもんが自ら訪ねてきたので驚いて会うと、意外なことを聞かされたのであった。 宗室に暇をやってくれ。というのである。訳を聞くと、宗室は誰も知らないうちに自分流儀の木彫りを始めていた。他の者の寝たま、遊ぶ間も惜しんで、コツコツとやってきたのが、本来の才能に恵まれていたのだろう。めきめき腕が上がって、ことに声を掘ると、 ここ無類のものができるようになった。そこで、ようやく心を決め、自分は木彫りに本腰を入れてやろうと、富田屋を訪ねて、親方への口利きを頼んだというのである。一人娘の婿とまで考えていたのだが、東吉は事情を聞いて心よく承知した。そして、川口町へ別に家を持たせて、 千年木彫りをやらせることにしたのである。ところが、富田屋の言う通り、三年目にはもう恋の喪失といって、一尾掘れば十両という、飛び抜けた高値を呼ぶ立派な木彫り家になっていたのである。富田屋はおめえにとっても縁のねえ家じゃねえ。と言ったのは、右のような事情があったからである。 どうしたんだ嫌なのか王なのか親方、誠、ま、に申し訳ありませんが、創長はそこへ手をついて行った。どうか、お叶えは親方からお断り申してくださいまし、私はどうしても掘りたくないのです。敬礼藤吉はついに我慢を切らして叫んだ。 これほど頼んでも嫌なら、勝手にしやがれ。名人とか、蜂の頭とか言われて、のぼせてやがる。てめえとは、たった今縁を切った。ケイ親方、そ、それはあんまり。ケイというのに帰らねえか。面を見るのも尺だ。二度とこの家の敷居はまたがせねえぞ。手荒く杯を掘り出すと。 東吉は裾を払って二階へ立ち去った。宗室は間もなくぼんやりと佐野屋の店を出た。それでなくとも青い顔は髪のように乾いて、雲のかかった鈍い日差しも眩しそうに、眉をしかめたまま力なく拾うように歩いていく。すると八丁堀の貸し出た時、後ろから足早に一人の娘が追ってきた。 当吉の娘、おゆきである。父親に似たのであろう。鈴を張ったような大きな美しい瞳をして、歯舞い肌で濡れたように赤いちんまりとした唇を持っている。歳は十九だが、まだ十七ほどにしか見えない、ういういしい娘だった。そうさん、そうさん、待、ま、って。 おゆきさん。宗主は慌てて懐手を出した。娘は丸く膨れた胸をなめうたせながら。もう一度帰って、そうさん。おっかさんがいくらなだめてもダメなの。どうしてもおとつさんは怒って聞かないのよ。私が悪いんです。親方が怒るのも無理のないことです。そう思うなら、 あえてちょうだい。そして、お父さんに謝って。ね、宗さん。それができないです。宗長は悲しそうに言った。親方のおっしゃる通りに、国長さんの仕事をすれば、勘弁してもらえる。けれど私が悪かったと謝るだけでは、親方は承知してくれやしません。 では、国長さんのご注文をしてあげてよ。できればします。どうしてできないの富田屋さんは、総さんのためにも、恩のある人でしょ無理な仕事なら別だけど、総さんでなければならない恋の彫り物よ。どうしておできになれないの今は言えないんだ。おゆきさん。 宗七は意固じな調子でブスリと言った。もう少し経てばわかります。けれども、今は何にも聞かないでください。きっとわかる時が来ますから。路地の下。もう下月であった。 川口町の路地の奥にある長屋の人まで、草七は木くずに埋まったまま丸の実を片手に呆然と座っていた。あれから五十日余り、めっきり痩せの見える肩と香骨の出た顔が長い貧しさと老作をまざまざと語っている。堀台の上には荒彫りした二寸ばかりのカエルが投げ出してある。 喪失の目は、飲み跡の生々しい荒彫りのカエルをぼんやりと見つめている。半年も前から取り掛かって今日までに何十となく掘ってみるが、どうしても気に入ったものができないのだ。やはりダメだ。力のない声で呟いたとき。ごめんください。 と言って、訪れるものがあった。創出はぎょっとしながら、慌てて掘ったものを戸棚へ押し込む。と、障子を開けて、小さな風呂敷包みを抱えたお雪が入ってきた。今日は遅くなりましたわ。勤めて気を迎えるように、微笑しながら言ったけれど、総出はブスッと黙ったまま答えなかった。 昨夜お休みにならなかったのね。体が弱っていらっしゃるのに、夜明かしなどなすってはお得ですわ。まあ、火も消えていますのね。おゆきさん。宗七は冷たい目で娘を見た。今日まで何度も言う通り、宗七は親方から感動されたも同然の身の上です。 こうしてあなたが面倒を見に通ってきてくださるのはありがたいが、それじゃあ私が親方にすみません。どうか今日限り私のことは捨てておいておくんなさい。また始まったわ。そのことなら、もうお前に話は済んでいるはずです。私の勝手で来てるんですから、そうさんにご迷惑はおかけません。 そう言われれば、それっきりです。宗室はすっと立ち上がった。けれども私はこうやってあなたのお世話になるのは嫌なんだ。迷惑と言いたいくらいなんだ。それだけは承知してもらえますよ。宗さん、それはあんまりよ。お雪は驚いてすり寄った。私はこんなもの知らずで、 満足にお選択一つできないけれど、少しでもあなたにご不自由をさせまいと思って、随分苦労しているわ。迷惑だなんて、そんな、あんまりだわ。おゆきさん。私は、宗室はね。宗室はおゆきのむせびあげる声に振り返って。宗室は職人だ。 私は自分の命を仕事に打ち込んでるんだ。この仕事が満足に仕上がるまでは、義理も人情も捨てているんだ。職人には仕事の他に自分の気持ちを乱されるのが一番迷惑なんですよ。だが、と言ったがすぐ。だがこんなことを今更言ってもしようがねえ。 投げやりな調子でつぶやくと、そのままふらりと外へ出て行った。陶吉から縁を切ったと言われて以来、そしは佐野屋へ足踏みのできない体になっていたが、おゆきはそれからも三日に明けず訪れては、すすぎ物や家の掃除など、細々とした身の回りの世話をしてくれる。いつかは婿に、という話のあった中だ。 おきのいじらしい心根は見るも痛ましいくらいであったが、創七のカタクな心は娘の気持ちを察する糸間も,もないほど仕事に対する情熱でいっぱいだった。できるなら誰の目にも触れない山奥へでも行って全身を仕事に打ち込みたい。仕事の他には何にも考えたくないとさえ突き詰めている。 ことにこの頃では、彼は自分に絶望していた。骨を削るような苦心をして彫る者が、一つとして満足な出来を見せてくれない。俺はダメなのか。そういう疑いさえ起こっている。こうなると、自分を自分で縛るようなもので、平常から殻へ入ったサザエのような気質が、 ますますうちへうちへと引きこもり、仕事も気持ちも次第に追い詰められて、身動きのならぬ状態に陥ってしまうものだ。宗室は今自分では気づかずに、そういう穴へはまっている。あてもなく、雨模様の街を歩き回って、宗室が帰ってきたのは、もう日の月始める頃だった。 家へ入ると途端に、おや、と呆れたのは、おゆきが安闘の下で、せっせと夕食の支度をしている姿だった。おかえりなさいまし。おゆきさん、お前まだいたのかもう日が暮れたというのに、何をしているんだ知っていますわ。でも、いいの。 よくはない。家でどんなに心配してるか知りません。早く帰らなくちゃ。いいえ、帰りません。おゆきは強く頭を振った。あたし、今日は、帰らないつもりで出てきたんです。おっかさんも承知なんです。えおかみさんがご承知だって そうさん。おゆきは安闘にそっぽ向いて座りながら。お父っんは、私に婿をもらおうとしています。あなたも知っている八丁堀の相模屋さんの銀次郎さん。あの人から話があって、この月内には、結納をする運びになってるんです。だから私、おっかさんと相談して、家を出てきてしまったんです。 それじゃなおさらだ。話がそこまで運んでいるのに。今、おゆきさんがいなくなったら、親方はどうなると思いますいやいや、もう何も言わないで。おゆきは両手で耳を塞いだ。私、十六の年に、おっかさんから聞かされていたことがあります。そうさんが私の夫になる人だって。 こんなことを言うのは恥ずかしいけれど、私は今日まで一日だってそれを忘れたことはないのよ。今度の相模屋さんの話だって、私が嫌だと言い切れば、お父さんだって無理にとは言わないと思うわ。ただそさんがあんなことから出入りしなくなったので、お父さんはただ肌立ち紛れに婿の話など始めたんだわ。 そうさん、もし私が嫌いでなかったら、ここにいていいと言ってくださいまし。それでなければ、もう私、死ぬばかりです。宗七はそっぽを見たままで、私には何とも言えません。と、吐き出すように言った。何とも言えません。 いてもらっちゃ親方に申し訳のないことになる。さっきも言ったように、総出は仕事の他には何も考えたくないんだし。宗さん、いいと言って。いてもいいって。総出は黙って戸棚を開けた。その後ろ姿へ、すがりつくようにそっと合掌したおゆきは、 涙を拭きながら前後白いにかかった。すると間もなく、おゆきさん、と、宗室が振り返って読んだ。あなたはこの戸棚の中のものに手をつけましたね。あら、忘れていましたわ。おゆきは急いで近寄りながら。さっき、杉立さんが見えましてね。何か掘ったものがあったら見せてもらいたいというもんですから、 お断りしなくては悪いと思ったんですけど、そこにカエルの木彫りがあったので、お見せしたんです。それを、それをどうしました杉田さんは大喜びで、こんな素晴らしいものをやっていたとは知らなかった。これで、名人喪失の呼び名がまた変わると、一両置いて持っていらっしゃいました。あのカエル、あれを売った。 あれを、宗室はブルブルと身を震わせ、おゆきさん、と行き詰まるような声で言った。お前さん飛んだことをしてくれた。あれはまだ試し彫りで、形も何もついちゃいない。子供のおもちゃにもならない、厄だなものだ。でも、杉田さんは素晴らしい出来だと。 杉ぎたつは道具屋だ。骨董物の売買には目が利くかもしれないが、物の本当の寝落ちを見る目は持っちゃいない。あんな打物を喪失の策と言って人手に渡すくらいなら、私は今日までこんな苦労はしてきやしないんだ。私、宗さん、私そんなことには気がつきませんでした。おゆきさんにはわかるまいが、 創出は拳を握りながら言った。男の仕事は命がけだ。寸分も隙があるものじゃないんだ。今こそ言うが、あの時国長さんの注文を断ったのは、高い金が欲しいでもなく、傲慢でもなかった。私はこれまで五六年の間に八十七体の鯉を掘った。 気を聞こえ、沈み声、離れ、群れ。すっかり掘り尽くして、もう掘るべきものがなくなっていた。この上掘れば、同じものができる。だから私は断ったんです。訳を話さなかったのは、こんなことを言うと、キザに聞こえるからで。今度のカエルが立派に得得得できたその時こそ、 親方にもお話申し、お詫びをするつもりでいたんです。これが職人の気持ちなんだ。金にも、何も買えることができない爪の先ほどの嘘もない職人の気持ちなんだ。すみません。あたし、そこまで考えずに、ついあなたのお仕事を世間へ見せたくて、 次ぎつの置いていった一両を送んなさい。総始長は構わず立ち上がった。そしてお雪から二部銀を二つ受け取ると、そのまま土前を降りて、見返りもせず。おゆきさん。これでお分かりだろうあなたはこんなところにいる人じゃない。やはり、佐野屋の娘で安楽に暮らす方がいいんだ。 どうかこのまま家へ帰ってください。そう言いながら外へ出た。もう日はすっかり暮れていた。夕飯時のざわついた路地を抜け出ると、貸しっぷちはひっそりと暗く、今にも降ってきそうな空は大江戸の町の火を美しく鈍く染まっている。喪失はまだ朝から食べ物を取っていなかった。 それでなくても弱っている体は、足がふらふらするほど力抜けがしている。しかし、そのよろむく足を踏みしめながら、総出は懸命に大賀町の道具や、杉田や辰五郎の店へ急いだ。大名屋敷。旦那はおいでですか旦那は、 おや、宗七さん。どうなすったんです何かご用ですか旦那がいたら呼んでください。杉田屋の店先に立ったまま宗七は、もどかしそうに同じことを言い続けた。晩酌でもしていたらしい辰五郎は、間もなく歯をせせりながら出てきたが。おいでなさい。何か急用でも。旦那。 さっきの品、あれを返していただきたいんです。お預かりしたお金はここへ持ってきました。何ですいきなりそんな。あれはまだ試し彫りで、とてもお人様にお見せできるようなものじゃないんです。留守の者のが知らずに出したんですから、どうか返してください。そいつは弱ったな。 達者は急いで座り直した。実は、あれから帰りに、堀田様へお寄り申してね。堀田のお殿様は、前から宗師さんの作がお好きで集めていらっしゃるもんだから、ついお店へ申したところが、大変なお気に入りで、即近重量でお寄り申してしまったんだが。うった 重量で堀田様に宗七さんの気象で気に入らねえ策を手放すのは嫌だろうが。どうだろう殿様はすっかり業員に召しているんだから、今度だけ目をつむってもらえまいか。お金ならもう少し割り戻しをするつもりでいるが。堀田様のお屋敷を教えておくなさい。お屋敷って、 それを聞いてお前さんどうしようと言うんだねいいから教えておくんなさい。宗七は唇をあなわあな震わしていた。掘った備中の神の中屋敷を聞いて、杉田屋の店を取ると、外はいつしかしとしととぬかのようにしぐれていた。壇上橋を八丁堀へ戻り、桜橋を渡って築地へ急ぐ。 冷えてきた焼きは身に染みるようだ。合わせの着流しきりだから、濡れるに従って寒さは骨へ通る。しかし、喪失には何も感じられなかった。ほとんど宙を歩くような気持ちで、ほったの中屋敷の門へたどり着いた時には、肩から裾までずっくりと濡れていた。 お頼み申します。無論、門限は過ぎている。くぐり門を叩きながら、二三度呼ぶと、万氏が窓を開けて覗いた。なんだ、なんだ、ご門を叩きやすがあるか。なんだ、その方は。ええ、川口町の喪失と申すものでございます。ぜひ、お殿様にお目にかからなくてはならないようがありますので、 どうか、お取り次ぎを願います。何おみにお取り次ぎだとパン氏は呆れて目を向いた。馬鹿なことを申すな。物を知らぬにも程がある。不張人の分際で、おみにお目通りなどと無礼なことを申すと、そのままには捨ておかんぞ。い,いえ、これには訳があるのです。宗失は失死だった。 私は恋の気ぶりをする職人で、喪失といえばお殿様もよくご存知のはず。決して言われもなくお目通りを願うのではございません。そうお取り次ぎくだされば分かっていただけるのです。たとえお神がご存知であろうと、手続きを踏まなければお目通りなど叶うわけのものでない。つまらぬことを申しても無駄だ。帰れ帰れ。でもございましょうが、 私にとっては一大事。お殿様がいけなければ、せめてご用人様にでもお取り次ぎを願います。うるさい奴だ。万氏は下打ちをしながら。もう御門限は等に過ぎて、ご用人もお小屋へ戻っておられる。取り次いでやるから、明日来い。明日。え。明日は、 何時に御門が開きましょうか八時で怒鳴るように言って、番小屋の窓を手荒く閉めてしまった。喪主はその閉まった窓へすり寄りながら。八時でございますね。八時で。私はここで待っておりますから。御門の開くまで待たせていただきますから。どうか時が来たらお取る次を願います。 待っておりますから返事はなかった。宗式はなおしばらく同じことを繰り返していたが、やがて窓から離れると、番小屋の下へブルブルと震えながら身を持たせかけた。雨は依然として静かに降っている。わずかな日差しは無論頼みにはならず、 頭から裾まで容赦なく振り付けてくる。前の夜から眠らず、朝早く残りがいをすすった霧の体は、寒さと疲れと上にすっかり弱って、しばらくもせぬうちに立っていることができなくなり、喪失はずるずると崩れるようにかがみ込んでしまった。どのくらいの時が経ったであろうか。 顔にかかる雨が、いつかやんでいるのに気づいて、ふと振りあおいでみると、頭上に傘が差し掛けられている。傘。傘。はじめは何のことかわからなかった。それから静かに振り返ると、右側に引き添ってお雪が立っているのを見つけた。 喪七はいきなりぎゅっと胸を締めつけられたように感じた。切ないような、苦しいような、悲しいような、なんとも言いようのない感動がぐいぐいと胸を締め付け、鼻の奥へツンと酸っぱいものが突き上げてきた。仕事の間に疲れたような、一筋に突き詰めた喪七の感情の中へ、生まれて初めて、 温かい心の肌触りが染み入ったのである。宗室は目の覚めたような気持ちで、お雪、と言いながら立ち上がった。お雪の全身が震えた。そうさん、馬鹿、堪忍して、こんな夜更けになんだって、だって、 私、おゆきは蒼白になっていた。あたし、お前さんの、尿暴だもの。ば、ばか、風邪をひいたらどうするんだ。堪忍して。立ち上がった喪主の胸へ、おゆきは震えながらしっかりとすがりついた。喪主はそれを両手で抱きしめた。 二人はぎこちなく愛抱き、涙に濡れた頬をすり寄せながら、わなわな身を震わせた。夜が明けて、宗七とおゆきとが門前に雨を避けながら立っているのを見たとき、万死がどんなに驚いたか言うまでもないだろう。まさか本当に夜通し待っているとは思わなかった彼らは、 その辛抱強さに打たれて、すぐその胸を係へ通じた。傭人河野ゴンダユは、無論喪失の名を知っていたので、一応自分があって事情を正した上、司祭を主君に根性すると、備中の神はすぐに会うという。そこでゴンダユは、衣服を着替えさせた上、午前へ連れて出た。 備中の神、正道は上機嫌で。ガンダイユ、引き張ったことは許してやれ。喪失だな。許す。チコ、チコ。ギョイだ。無礼をお許しとあるぞ。ガンダイユに押されて、喪失は恐る恐る執行した。 昨日杉田より求めた品について願いというのは何だ遠慮はいらぬ申してみ。恐れ入りまする。はなはだ勝手なことを申し上げて恐れ入りまするが、あの品を私目にお戻し願いとを存じます。返せというか。ほう。なぜだあれは、 まだほんの未熟なもので、形にもなっておりません私の留守に杉田屋が持って行きましたので、他人様に見せられる品ではないのでございます。世にはそう思えぬがの。恋の名人と言われる宗七には珍しいカエル。妙作と思うぞ。正道は微笑しながら言った。 創長は懸命に表をあげて。お殿様の目には、そう見えもいたしましょうが、それはお道楽だけのお眼鏡。あの品はまだ石くれも同然の打作でございます。掘りました当人の私が申し上げますので、お手元へ差し置くべき値打ちはございません。どうぞ、お下げを渡しくださいますよ。道楽だけの メガネか。マサミチは苦笑いしながら。はっきり申すやつだな。よし。ゴンダイユ、昨日の回路を持って参り。はっ。宗七、それほど申すなら、あの品は返して使わそう。しかし、約束がある。 ゴンダユの持ってきた文庫の中から、木彫りのカエルを取り出して前を置きながら、正道は改めて創出を見合った。この品は返してやるが、その前に、その方がこれならよしと思うものを掘り上げて参りそうしたら、これを下げ渡してやるが、どうだはい。しかしそれが、 いつできますことやら。いつでもよい。二年でも三年でも待つ。その間、これは文庫に収めたまま、決して他人には見せぬと約束して使わそう。恐れ入りまする。創七は初めて安堵したように微笑んだ。それでは、私がお目通りつかまつりまするまで、どうぞ。 どなたにもお見せくださいませぬよう。よしよし。必ず店に置くぞ。私も必ず、創出の策と目打って、恥ずかしからぬ品を仕上げまする。つきましては、お殿様には、杉田屋より、それを実機にてお求め遊ばしたように伺いまするが。それが、どうかいたしたか 宗七は、たもとから二部銀を二つ取り出して。はなはだ失礼ではございますが、私が次にお目通りいたしますまで、つまり、この品のお下げ渡しを願いますまで、十金のうちへ手付けといたしまして、こ、この一両をお預かり。これ、これ、無礼なことを。ゴンダヨが仰天して乗り出した。 ほったけは一万三千石だが、定官のマシコの大名である。いくら何でもその相手へ二部銀二つ差し出すというのは、どはずれだ。権ン夫は顔色を変えたが、正道は、強ありげにそれを止めて、捨てておけ、権ン夫、面白いではないか。 ヨが町人から一両の手付けを預かるというのは初めてだ。面白い。預かるぞ、宗七。片付けのを存じます。これで私も安心いたしました。ヨーは手付けを取って安堵したぞ。正道は声を上げて笑った。宗七も笑った。 笑いながら宗七はにわかに胸が空すと開け、体いっぱいに爽やかな風の吹き通るのを感じた。一点に追い詰められていたのっぴきならんぬ気持ちが、正道の管轄脱げな態度にあって、一時に解放されたのである。懲りが落ちたのだ。針の先ばかり見つめていた目が、その一瞬に、 広い空を見たのであった。これだこれだ喪失は心の中で叫んだ。俺は自分で自分を埋める穴を掘っていたんだ。穴から出よう。仕事はそれからだ。ゴンダユー、マサは用心の方を見て、 どうだ世の証法は確かであろう。そう言いながら、もう一度声高く笑った。まことに奇妙な約束である。しかし創出は、午前を守備よく退出した。御門を出ると、まだ降り山のしぐれの中に、お雪が待ちかねていて走り寄った。 どうでございましたあなたおゆき宗は今度こそはっきりと、力のある声でおゆきの名を呼んだ。大賀町の店へ行こう。えお父さんのところへ親方に会って、お前を女房にもらってくるんだ。宗七は改めて出直す。 昨日までのうじうじした気持ちもいけなかったんだ。今、ホッタのお殿様にお目通りをして、つくづく感じたぞ。人間は心を広く持たなきゃいけない。その日の食に不足しても、心は大名のように大きく持つんだ。大名のような広い大きな心持ちでやるんだ。親方に会って、 何もかも話して、それから、始めるぞ。嬉しい、あなた。ええ、傘がかしいだ。濡れるぜ。宗室は手を伸ばして傘の絵を支える。その手へ自分の手を重ねながら、おゆきは濡れた瞳で男の目をうっとりと見上げた。 ふりしきるしぐれの町に、ようやく往来の人が多くなりつつ。